マルコム X、マルコム X、マルコム X、1925年5月19日から1965年2月21日は、アメリカの黒人公民権運動活動家、ネーション・オブ・イスラムのスポークスマン、ムスリム・モスク・インクの創立者でもある。出生名は、マルコム・リトル。非暴力的で融和的な指導者だった、キング・ボクシラとは、対照的に、 アメリカで最も著名で攻撃的な黒人解放指導者として知られているが、彼が活動中に暴力行為に出たことは一度もない。マルコムはネブラスカ州オマハに生まれる。バプテストの反体制的な牧師だった彼の父親アル・リトルはアメリカに黒人の自由は存在しないと考えている人物だった。自宅敷地内に家庭菜園を作り、 家畜を育てほぼ自給自足に近い生活を送り、周辺に住む他の黒人のように白人に媚びへ辛い仕事を分けてもらうことを良しとしない人物だった。そのため、一家は当時大きな勢力を誇っていた KKK の標的にされていた。父は1931年にミシガン州ランシングで人種差別主義者によって殺害された。頭が変形するほど殴られ、 体が三つに切断されるように線路に放置されて、歴史体となって発見された。明らかな殺人にもかかわらず警察は自殺と断定した。当時、マルコムの父は二つの保険会社の生命保険に入っており、そのうちの一つは受け取りの金額がわずか数百ドルと少額だったため、保険金が支払われたが、もう一つの保険会社は受け取りの金額が大きかったため、 警察が自殺と断定したとの理由により、保険金は支払われなかった。その後彼の母ルイーズは精神を病み、精神病院に送られた。後にマルコムと兄弟姉妹が精神病院から引き取るが、その時にはマルコムを含めて子供たちを全く認識できなかったことから人間モルモットまがいの扱いを受けていたものと即されたが、病院側はあらゆる質問を拒否し彼女のカルテも、 無断で破棄したため事実は現在でも闇の中である。マルコムは自伝で役所の人間が同じことを何度も母に尋ね子供たちを里子に出すこと、強要したため精神を病んだのだ、と記述している。ルイーズは黒人と白人の根結で母親マルコムの祖母が白人に合刊されて生まれた。一見すると褐色の肌の白人と間違えられ、 そのおかげで職を得られたこともあったが、白人の血が入った黒人であることが発覚すると即座に解雇された。マルコムは自伝で母は自分の体に流れている白人の血を憎み、黒人の中でもとりわけ肌の色が黒く、黒人前とした父と結婚しのだと語ってはいるものの、実際にはマルコムの父が殺害される数年前から、夫婦仲は悲劇で喧嘩が絶えなかった。 とマルコムの警視は証言している。事実、R が殺害された晩も、夕食のメニューという些細なことで口論となり、彼が家を飛び出してその帰り道に襲撃され、殺害されている。ルイーズは初婚であったが、R にとっては三度目の結婚であった。彼女は、夫の死後人の子供を一人で育てることになった。上に、精神を病んだため、子供たちはそれぞれ別の家に里子に出された。 マルコムは白人の上流階級の家に引き取られたが、次元ではあくまでも高価あるいは珍しい動物としてしか扱われなかったと語っている。事実、この時代のアメリカでは事前事業とうい、富裕層の白人が黒人の孤児を引き取ることが流行していた。マルコムは幼い頃から優秀な成績を収め学級委員長に何度も当選したが、引っ越し先では、 やむを得ず白人の学校に一人だけ黒人として、通うこともあり、席は常に一番後ろだった。白人教師から将来何になりたいかを聞かれたとき、弁護士会社と答えたが、教師からは、黒人はどんなに頑張っても偉くなれない。黒人らしい夢を見た方がいいと悟され、手先の器用さと人当たりの良さを生かして大工になる、ことを勧められた。中学卒業後、イボアネエラ。 アールと前妻の娘と一緒に住むために、ボストンへ転居、リンディーナイトクラブで、靴磨きの仕事を行った。自伝で、デューク・エディントンや他の有名な音楽家の靴を磨いたと語っている。また歴史あるオムニパーカーハウスホテルで、テーブル片付け係として働いていた。このホテルは、ジョン・カイ・ケネディが、ジャクリーン・ケネディオナシスにプロポーズした場所であり、ホーチミンがシェフを務めていた。 その後、ニューヨークのハーレムで、ギャンブル、麻薬取引、売春、ゆすり及び強盗に手を染めた。さらに、第二次世界大戦中、徴兵を回避するために、精神異常を装った。ニューヨークでは、黒人男性が白人女性を相手する売春組織に入ろうとしたこともあったが、母方から白人の血が入っていたためその肌の色は、漆黒ではなく赤みの強い濃い茶色。 瞳も髪の色も茶色がかっていたため、肌の色が明るすぎるとして、組織への入会を断られている。事実、彼は黒人の仲間たちからその肌の色から、レッドの愛称で親しまれていた。1946年1月12日、20歳の時に強盗の罪で逮捕され、窃盗罪で懲役8から10年が宣告された。通常の窃盗罪は、初犯では、 懲役2年となることが多いが、白人女性のソフィアと継続的な性的関係を持っていたため、通常よりも長い懲役刑を宣告された。収監されたチャールズタウン集刑務所ではあらゆるものを罵り、特に神と聖書に対する悪魔から彼はサタンと呼ばれた。1948年に家族がマルコムをイスラム教に回収させた。彼は、 獄中での京都と彼の行っていたに出会い、その教えを勤勉に研究した。マルコムはイライジャと文通を行い、独学で知識を進歩させ、手紙を毎日書いた。イボ姉のエラは彼をより自由の菊くノフォークのマサチューセッツ州刑務所へ移送する支援をした。そこで彼は熱心な指導者となり、歴史上及び哲学上にイライジャ・ムハンマドの教えとのい、 ネーション・オブ・イスラムの正当性を発見した。彼は刑務所内の毎週の討論会に参加し、知識を広げ、筆跡を改善するために、刑務所図書館の全辞書を筆写したりもした。その際、刑務所内で勉強するためとして割り当てられていた、時間を超えて正午も独房内で、月明かりや通路の照明だけを頼りに本を読み辞書を筆写していたため、 週間前は2.0あった視力が0.2まで落ち、後にトレードマークとなるサーモント型の金眼鏡を常用するようにな。出所後、一役名を知られるようになったマルコムは、テレビやラジオ、雑誌等マスコミのインタビューで、刑務所内で磨かれた卓抜すぎる言葉遣いや、知性の高さが伺える仕草から、一流の大学を卒業ているのだろう、と勝手に推測され、 出身大学はどこかと尋ねられた時には刑務所内の図書館だと答えている。マルコムは自伝で大学や大学院を卒業している黒人を白人に従順になるように供されたことに気づかない哀れな家畜だと述べている。マルコムは1952年8月7日に釈放されスーツケースとメガネ、時計を購入した。後に彼はこれらのものが 自分の人生の中で最も役に立ったアイテムだったと語った。1952年9月、彼はノイから天という姓を授かり、これ以降現在の本名、マルコム X を名乗ることになる。アメリカ国人の姓は、本来の彼らの姓ではなく、奴隷所有者が勝手につけたものに過ぎないと、ネイション・オブ・イスラム教団では考え、未知数を意味する X は失われた。 本来の性を象徴するものである。同名の人物が入信した場合、入信した順番に X の前に番号をつけることになっていた。2X、3X といった具合である。1957年、ネーション・オブ・イスラムの一人が警察官に暴行を受け逮捕された。教団はこれに抗議、マルコムを中心としたフワが留置所前で仲間を病院へ送るよう要求した。 これが受け入れられ、ノイとマルコムは一役なお知られることとなった。1962年、イライジャが少女を強姦趣向を生ませていたことが判明し、マルコムはノイに失望する。彼は、イライジャの行為に起こり、このことを告発。ノイにおける立場を危うくすることになる。1963年2月に、教団は彼を暗殺しようとしたが失敗に終わる。 1964年3月26日、マルコムはキング牧師と最初で最後の対面をした。これは予定されていたものではなく、その日二人がたまたま公民権法に関する論議を聞くために、アメリカ合衆国議会議事堂を折れていたために実現したものであり、会話も挨拶のみでわずか一分ほどで終わった。同年、マルコムはアフリカ、中東を訪問し、 メッカに巡礼。彼はメッカ巡礼成就の意味を込めたエルハジマリクエルジャボズに正式に改名した。そこで彼は現地のイスラム教徒から熱い歓迎を受ける。白人でありながら自分たち黒人を肌で判断しない彼らに感銘を受け、また世界中から集まったあらゆる肌のイスラム教徒が同じ儀式に参加す光景を見て興奮した。この時マルコム X はアメリカでの 白人とは、肌の色よりも、黒人を対象にした時の態度、行動であるという新しい視点を得た。メッカ巡礼を通して正当派へ転向したという意見もあるが、伝道し、ブラックナショナリストという立場は変わらなかった。ノイを脱退し、アフリカ系アメリカ人統一機構を組織するが、マルコムとノイの緊張は増加した。教団内に侵入した FBI の潜入捜査官は、 マルコムが教団によって暗殺の対象になったと報告した。アフリカ中東訪問後、マルコム X は広い視野を持つようになり、アメリカの黒人問題は公民権問題にとどまらず人権問題であるという考えや、黒人は故郷へ思想的、社会的、文化的機関をなすべきという考えを強固にし、国連にアメリカの黒人の人権問題を訴えることを主張した。 彼はアフリカンアメリカンが大規模にアフリカへ帰還するという考えを捨て、ノイの暗殺の対象となったマルコムは護衛なしでは外を出歩かないようになった。ライフ氏は M1 カービン銃を持って窓から外を凝視するためにカーテンを開くマルコム X の有名な写真を掲載し、写真は彼と家族が毎日受けていた死の脅迫から、 事故防衛するというマルコムの宣言から公表された。教団はマルコムの暗殺指令をメンバーに下した。教団内の FBI 工作員は教団からマルコムの自動車に爆弾を仕掛けるように指示された。1965年2月14日にニューヨークの彼の自宅は教団メンバーによって爆弾で攻撃されたが、マルコムと彼の家族は無事だった。 一週間後の2月21日、マンハッタン、ワシントンハイツ地区にあるオーデボン舞踊場で、マルコムがスピーチを始めたとき、400人の群衆の中で騒動が発生した。男が、俺のポケットから手を離せ、ポケットに触るな、と叫んだ。マルコムのボディーガードが騒動に対処しようとしたとき、男は前に突進し、短い散弾銃をマルコムの胸に向けて発射した。 さらに他の二人がステージに素早く近づき、マルコムに単純を発砲した。マルコムは15発の銃弾を受け、コロンビア長老協会病院に運ばれたが死亡が確認された。マルコム X はニューヨーク州ハーツゲールのファーンクリフ墓地に埋葬された。また、ノイの信者、タルマージヘイヤー、トーマスヘイガン、ノーマンサン x バトラー、ムハンマドアブドルアジズ及び、 トマス 15X ジョンソン、カリルイスラムの3人が殺人罪で逮捕され、全員が1966年3月に第一級殺人で有罪と判決された。2010年4月27日、暗殺犯の一人ヘイガンが44年ぶりに仮釈放を認められた。仮釈放の申請は、これが17回目だった。ヘイガンは1966年暗殺の 実行犯として20年から無期の禁錮刑を言い渡されたが、1992年以降は仕事を続けることを条件に週に5日間自宅に戻ることができ、2日間だけ刑務所で過ごすプログラムが適用されていた。なお他の2人は1980年代後半に仮釈放が認められている。ヘイは犯行動機について、マルコム X が意見の相違を理由に、 ノイとタモトを分かったためと語った。マルコムは、生前、自分の命を狙っているのは、教団だけでなく、FBI や CIA すらも協力しているのではないか、と漏らしていた。彼の死後も、そのような噂は途絶えなかった。1964年と1965年の間に、マルコムの死の直前まで行われたインタビューに基づき、アレックス・ヘイリーによって執筆された。 マルコム X 時伝は1965年に出版され、タイム誌によって20世紀の10冊の最も重要なノンフィクションの中の一つに選ばれた。日本語訳は1968年に川で処房、現川で処房新社より、小訳版がマルカム X 時伝と題して刊行されたもの、約半分の内容であった。全訳版は1993年に映画マルコム X、 監督、スパイク・クリー、主演、デンゼル・ワシントン公開に合わせて、同出版社より、現在の、マルコム・ X 辞典として刊行された。マルコム・ X は一時期優雅的なキング牧師を、公然と、弱腰と批判し、双方ともに敵対していたとされているが、側近や、親族の証言によると、晩年の二人の主張や姿勢は逆転していた、とされている。 マルコム X はいついかなる時でもイスラムへの信仰を捨てず、キング牧師への支援を申し出ている。さらに、キング牧師は亡くなる前の3年間、マルコム X が暗殺された後より、急進的になり、スピーチでも、マルコム X のようなレトリックを多用した、とされている。マルコム X は生前及び没後もなお、多くの人物に影響を与えた。中でも著名なのが、 モハメドアリのケースであろう。アリは、マルコム X と出会いその思想に啓蒙され、イスラム教に回収する。その時すでに自身の救命、カシアスクレイでボクサーとして活躍し、世界チャンピオンになっていったが、教団から授かったムスリム名である、モハメドアリに改名し、周囲を驚かせた。また、マルコム X の影響を受けて、アリは、ベトナム戦争の徴兵令を拒否する。これは、 世界タイトルの剥奪及び試合停止などの処分を伴う厳しい選択であったが、アリは自身の理念を貫いた。ショーペンハワー、カント、ニーチェ、ナチュラリー、アイリードオールオブゾーズ、アイドントリスペクトゼムビコーズイットシームズ、ツーミーザットモーストオブゼアータイムはススペント、アーグイングアバウトセイングストハット、アーノットリアリーインポータント、ゼイリーマインドミーオブ、 So many of the n i g r o intellect shoals, so cold with whom I have come in contact, they are always arguing about something useless. 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。